三人の宗教とは、南部アフリカのカラハリ砂漠に住む、狩猟最終民族三人が信じる宗教であり、創造神や悪霊が信仰される。エランドの群れ家群家ング、または各県は、三人の宗教における、太陽神、創造神である。家群は、トリックスターでもあり、よくカマキリに変身し、エランドやシラミ、ヘビ、ケムシにも変身できる。 三人の創造神話の中には、家軍はこの世で嫌われていたため、地上から空の上に引っ越したという物語もある。家軍は月も創造した。月は三人にとって特別な意味を持つとされ、雨乞いの儀式を行う時期は月の満ち欠けによって決められる。ハーテビースとコティは家軍の妻である。コティはエランドを産み、家軍はそのエランドを育てるために人里離れた崖に、 かくまった。ある日、花軍の息子の小子数とゲビが狩りをしていると、そのエランドを父親が育てているものだとは知らずに殺してしまう。花軍は怒り、息子のゲビに死んだエランドの血を壺に入れ、かき回すように命じた。血は地面に飛び散り、蛇に変わった。花軍は心よく思わなかった。次に、ゲビは血を巻くと、その血は、ハーテビーストに変わった。花軍は、 満足しなかった。家群は妻のコティに壺をきれいにしてエランドの血と心臓の油を加えるように命じた。コティがかき混ぜると家群はそれを血に撒いた。するとエランドの大群になった。このようにして家群は三人に狩りや食事のための肉を与えた。エランドが荒々しいのは家群の息子たちが食べられるようになる前のエランドを殺し、 無駄にしてしまったせいだとされる。考古学者のデイビッド・ルイス・ウィリアムズによると、このエランドの物語には、ミーア・キャット版もあるという。その物語では、花軍の娘の山嵐とミーア・キャットのクアン・マングアが結婚し、彼らの子をマングースと呼んだ。マングースは祖父の家軍の近くにいた。花軍はエランドを育てるために蜂蜜を取っていた。人々は、花軍が ハチミツで何をしているのか気になったため、マングースをスパイとして送り、探らせた。マングースは、花軍がエランドにハチミツを与えているのを見て、それを兄弟のミーアキャットたちに伝えた。花軍がハチミツを集めている間に、ミーアキャットたちはマングースを解き伏せて、エランドがどこにいるのかを言わせた。そして、ミーアキャットたちはエランドを隠し場所に呼んで、殺してしまう。ヘイツエビブは、 三人の宗教における文化英雄である。しかしながら、トリックスターやカリウドの守護者、伝説の戦士とみなされたり、さらには世界創造の関わっているとされたりするなど、物語ごとに異なる特徴を持つ。例えばライオンが木の絵に巣を作るのをやめ、地上をさまようわなければならなくなったのは、平地エイビブが呪ったためだという。このような平地エイビブの多面性は、 三人の神話や儀式が統一されておらず、柔軟であることを反映している。また、平津エビブは人間から生まれたとされることもあるが、魔法の草を食べた牛から生まれたとする物語の方が多い。平津エビブは三人の宗教における死と再生の神でもあり、何度も死に生き返った。そのため、彼の破壊死はアフリカ南部に多くあり、幸運を願って、 それらの墓石に石を投げる習慣がある。追悟アブは三人の宗教における天空神、雷の神であり、正方にあるとされる赤い天界に住んでいる。彼の名前は地にまみれた膝を意味する。口術のガウナブと絶え間なく戦いを続けている。ガウナブは薬病神、死神であり、黒い天界に住んでいる。宣教師はウティホ、またはティクアの神明を、 アブラハムの宗教における神の訳語として使った。ガゴリブは大きな穴のヘリに住む獣である。ガゴリブは人々を騙して、自分に向かって、石を投げさせる。誰かが石を投げると、ガゴリブは隠し場所から石を投げ返して、石を投げた人を大きな穴に落とす。英雄ヘスィエービブは、ガゴリブが離れるまで石を投げずにいて、自分から離れてから石を投げた。 撃たれたガゴリブは穴に落ちていった。この物語には変形版もある。その物語では、平ツエイビブは、ガゴリブと戦い、何度も穴に投げ入れられたが、やられなかった。ついには、平ツエイビブは、ガゴリブを穴に投げ入れる。ゴリブは、声語で、まだら模様のものを意味するため、ガゴリブは、おそらく、それらの猛獣と関係がある。説盗時、ガは否定の説盗時である。 このような形態論的根拠の他に、ガゴリブの敵対者、ヘスチエビブが、ヒョウの象徴とされ、ヒョウと関連があることからも、が、ゴリブは、ヒョウでないものを意味する。アイガム派、またはアイガムチャブは、砂丘に住む、人食い獣である。アイガム派の見た目は、人とほぼ同じである。ただし、目は、足の甲にある。その目で見るために、アイガムは四つん這いになって、 片足を上げている。しかし、獲物を追うときは走るため、前が見えないという欠点もある。ハイウリとビーブルーは一本腕で一本足の人食い獣である。妖怪のカラカサ小僧のように飛び跳ねて移動する。ハイウリはオスで、ビーブルーはメスである。クーは三人の宗教における慈悲の神、全能の神である。また、死者の魂が行く天空の神でもある。彼は、 魔術師を召喚し、超自然的な力を授けると言われている。さらに、三人は彼が雨をもたらすと考え、病気や狩りの時、旅の出発前に祈る。三人のシャーマニズムは、精神世界に入るために、守護霊や守護獣を狩ることを通して、トランス状態に入る。エランドは守護獣としてよく用いられ、その油は通過儀礼などの儀式で象徴的に用いられる。 他にも、キリンやクーズー、ハーテビーストも同様の役割を果たす。三人にとっての重要な儀式はトランス状態でのダンスである。このトランスダンスでは、人々が円形になって、女性が手拍子をしたり、歌を歌ったりして、男性がリズムカルに踊る。三人は幻覚剤を常習しているわけではないが、見習いのシャーマンはトランス状態に入るために踊りの最初に、 幻覚剤を用いることがある。心理学者が幻覚剤と神経心理学における変性意識状態について調査した結果、内視現象がリズミカルな踊りや音楽、感覚遮断、過呼吸、長期的に続く極度の集中状態、変頭痛を起こしうることが分かった。いわえはトランス状態の3段階で心理学的に説明される。第一段階で、 変性意識状態になる。この時、ジグザグや山形、点々、反転、格子、渦巻有 U 字型などの幾何学的図形が見える。これらの図形はアフリカ南部の祝いによく見られる。第2段階では内視現象に意味付けしようとする。馴染み深いものを作成するまで内視現象で見た形を作り続ける。この第二段階を経験しているシャーマンは、 ハニカム構造や馴染み深い形を想像して自然界を内視現象に取り込む。第3段階ではイメージの激変が起こる。最も重要な変化はシャーマンが経験の中に入ることである。実験では被験者がねじれたトンネルを滑り落ち洞窟や地面の穴に入る経験をするのが見られた。第三段階が始まると現実を把握できなくなり怪物や 動物の幻覚が見え、その幻覚には、激しい感情が伴う。祝いにあるような獣人の正体は、このような感情が高まったものであるとして説明できる。BBC は、2009年1月16日、ドキュメンタリー、アラウンド・ザ・ワールド・イン・80フェイスズで、ボツワナのハンチに住む、3人が行うトランスダンスを取り上げた。3人の祝い南アフリカのクワズール・ナタール州や、 フリーステート州、北西州の砂岩洞窟、リンポポ州の河口岩洞窟、ウォーターバーグの砂岩洞窟、西ケープ州のテーブルマウンテンの砂岩洞窟など、ピクトグラムはアフリカ南部全土に見られる。紛争や戦争の絵がよくあり、獣人やトランス状態に関する絵もある。しかし、それらは岩表現の一部に過ぎず、三人の間で最も一般的に描かれたのは、 エランドのような動物であり、セダバーグ地区やウォームボッケベルト地区では、リーボックやハーテビーストも描かれた。ウクハランバドラケンスバーグ公園では、およそ3000年前の岩絵があり、その岩絵には、宗教的意味合いがあり、人間や動物が描かれている。ありがとうございます。